昨日から岐阜県を訪問されている佳子さまは、今日3年に一度開催されている世界最大級の陶磁器の祭典、国際陶磁器フェスティバル2-24の開会式に出席されました。国際陶磁器フェスティバル2-24にぜひ多くの方々にご来場いただき、さまざまな形で陶磁器をお楽しみいただきたく存じます。また陶磁器の未来を担う人々が本フェスティバルから刺激を受け、一層力強く羽ばたくことを願っています。こんにちは。何歳ですか？6歳。岐阜県での初日、佳子さまは地元の園児らの歓迎に笑顔で応えられました。多治見市のモザイクタイルミュージアムを訪問したほか、国際陶磁器フェスティバル美濃の公募展の受賞作品を熱心にご覧になりました。グランプリ受賞者でウクライナ人のイエリザベタ・ポートノバさんが作品への思いを語る中で涙ぐむと、佳子さまはご自身のハンカチを差し出し、また作品を作られることを楽しみにしていますと声をかけられました。Коли я це отримала, якщо це сказати словами, то це таке відчуття, що велика частина великої культури Японії і любові тепер будуть поруч зі мною. Назавжди. この後、土岐市の織部の里公園を訪問し、佳子さまは岐阜県での2日間の公務を終えました。